予言書も歴史書も、つもテレビのニュースも新聞も政治も全部一緒なんですけど、言わないこと、書かないことを、ええかな、言わないこと、書かないことを自分で探し出すっていうことですよ。なるほどね。わかった、これで。自分で探し出せってことですね。なるほど。だから、言ってることっていうのは、別にそんな大したことないわけ、話としては。わかるかな？言ってるとこに書いてることに焦点当てて、わー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 吹き上がる人おんねんけど、そうじゃなくて、言ってないことに焦点を当てるんですよ。日本海側の温泉旅館みたいなとこ行ってきて、まあ、ちょっと旅館買うの探すっていうか、身が手ながら、なんていうかな、温泉旅館泊まって、まあ、ちょっと行ってきたんやけど、あの部屋って、なんちゅうんかな、み、なんちゅうん、閉鎖感があるよな、温泉旅館もホテルもそうやけどな。そうですね、閉鎖感、まあそうですね。窓が少ないのよ。窓が。で、まあまあ、それはええわ。で、まあ、ちょっとエアコンかけて夜寝とったら風邪ひいちゃったみたいなな。そうちょっですね。とうっかり、風邪ひいてしまったみたいな感じですよ。なんか、で、車で行ったから運転疲れるしみたいな。もう、なんかしんどいよな。車で移動するのが2 時そう間でとすかさ。ね。心配ですね。うん、まあ、船で行けるとかやったら船で行くんやけど、まあまあ、山の中みたいなとこやったから、俺もちょっと思ったけど、空飛びたいよな、空。タケコプターとかが欲しいですね、いや、本当にタね。ケコプターっていうよりヘリコプター買ってもええんやけど、ヘリポートないから行けませんしね、みたいなやつとか、なるほどね。もう空飛んで行きたいよなと思うよな、もう、確かに。陸をこう車で走るとかで疲れるよな、みたいな。なんか最近そんなことを思う今日この頃みたいな感じかな。まあ、本当あれよ、自分で旅館するんやったら、もうちょっとね、窓がいっぱいある、こう、大きいお部屋で泊まってもらいたい。もうなんかタコ部屋みたいなとこ泊まってんの嫌やな、なんかな。まあ、なんかそんな思うわ、最近。ごめんなさいね、見てる人ちょっと風邪気味なんで、今日勘弁したら、鼻に移るみたいな感じ。はい、そんな感じで、今日は何日でしょうか。今日はですね、8月のね、違う違う、77月月、4月の18ですね。火曜日ですや。ね。7月も半分終わったってことやな。そうですね。おもう梅雨明けたんかな、これ、東京はどうなん。梅雨はまだ明けてないっすよ。まだ雨降ってないっすもん、全然。まだじめじめしてるって感じ。まだジメジメしてるので、で、梅雨明けても言ってないので、そうですね。まだですね。これからですね。コンクリートジャングルの中、疲れるでしょ、愛ちゃん。どうですか？いや、もう疲れますよ、そりゃ。そりゃ、疲れるって定義が難しいですけど、ジメジメしてるんで、やっぱりめんどくさいですよね、やっぱり。まあ、7月が半分終わって、8月、この8月、まあ7月もそうやけど、8月は相当激しい動きあるからな、これな、世界中な。そうでね。もアメリカのバイデンもハリスも、まあ、両方にせもんやねんけど、あれももう2人ともボケ放題みたいな感じかな、なんていうボか。ケ多いそうですね。わざとボケてるっていうか、わざとボケツ放ってるっていうか、もう、まあ、まじかやな。要は、結局、まあ、いつもいつもの話通りで、ね、今回これでやっぱり国家主権っていうかな、まあまあ、ロシアを筆頭に、まあ、ロシアが一番、まあ、戦時期ってやってるって感じやねんけど、いわゆる国家主権というか国の主権ですよ。国の主権であったり、まあ、そこに通貨っていうのも含まれるわけでね、国の法定通貨かな。それをやっぱりしっかり守っていくっていうか、元に戻すっていうか、まあ、日本で言うと何回も言ってるように明治維新以降です、幕末以降の、その国の主権っていうかな、国の通貨っていうか、そのなんていうかな、その国がもともと持ってた文化的なものとか宗教的なもの、そこへ持っていきましょうよっていうようなことなんですよ。だから、
まあ、今回はこれもうずらっと眺めてたらもうものすごくよくわかるんやけども、もうやっぱり通貨も何て言うかな、その国がやっぱり主権を持って、うん、国は通貨を発行していくっていう形になってくるんで、なっていくんでね。まあ日本の場合は通貨遅れなんで、ちょっと世界よりややずれてくるっていうか、後になってくると思うんやけども、ここは何回も何回も言ってるように、いわゆる中央銀行システムっていうやつですね。この民間のその豪族、貴族、金持ち、企業、要は何て言うかな、金で人を縛る、金で社会を縛る、金で国を縛る、で、金を貸して利息を取って、またここで、状況、経済状況が悪くなった時にはさらに追い貸しして、貸して、大事を分取っていくと。これが中央銀行、これが中央銀行のシステムなんですよ。だから、分かりやすく言うと、この動画では3回目ぐらいになると思うんだけど、要は通貨って何にもないとこから生まれるわけよな、これ何遍も言ってるけど。うん。はい。で、そもそも何にもないとこから生まれるっていうことは、誰か、いわゆる国であったり、企業であったり、個人であったりが借金せんと通貨って生まれてこないんですよ。もうそもそも何にもないんですよ。ゼロなんですよ、最近ね。ていなるほどね。うことはね、今100っていう通貨が国の中にあったとしようや。まあ国というかグローバル的にも世界的なもんになってんねんけど、100っていう通貨があるということは、誰かがその100、100、1人が100じゃなくても、10が10ずつの借金をしてるっていう形になってるんですよ。だから、なるほど。通貨そのものと借金はセットですよっていうことなんですよ。わかりやすいから。だから、借金がなくなると通貨もなくなるっていうことなんですよ。なこうるほわどかる、ものすごいわかりやすいでしょ。で、利子が挟まってきてるっていうシステムなんですよ。これよう、今、当たり前のことっちゃ当たり前のことやけど、よう考えたら、これようできたシステムよ、はっきり言って、これ。うん。で、この中央銀行がなくなるっていうか、形を変えるっていうことは、国が通貨を発行するっていうことなんで、借金もクソもないわけよ。分かりやすい言うたら。これ分かるわな。ものすごい分かりやすいな。国が通貨を吸ってみんなに配ればいいだけなんですよ。だからそれ借金も何もないわけよ。別に。そもそもが。こういう形に時間をかけて変わっていきますと。で、それいつ頃なんの？みたいな話っていくと、あと7、8年ぐらい。7、8年もかからない、6年、7年ぐらいやと思う、2030年ぐらいには、もうほぼほぼこういう新しい形が完全に完成してますねっていう形になってくる。だから、要は誰かから借金してるとか、そういうことじゃなくなっていくってことですよ。っていうことは、無理になんていうかな、こう、なんていうかな、眉間にしわ寄せて、無理に頑張って働くとか、借金を返済するために頑張ってやりたくもないことをやるとか、そういう時代じゃなくなっていくってことですよ。だから分かりやすいのは、通貨のために働くっていう感覚的なものがなくなっていくっていうことになるわけな。うん。で、だから働きたくない人は別に働くなくても、ベーシックインカムもらって、一定程度毎月、今、イギリスなんか実証実験始まってるけど、日本円でいくとな、僕はちょっとよう忘れた、俺稼ぎ目なんで、ちょっと今日頭回らんけど、23、4万か24、5万か、そんなんやったんちゃうかな、イギリスの実証実験始まってんのは。いわゆるベーシックインカムの実験ですよ。だから、要は中央銀行を介さない、国が通貨を発行してみんなに配りましょうと、毎月毎月と。で、それ以上に、その通貨が欲しい人は働いてもいいですし、好きなようにしてね。うん。だから、年金とかそういうもんも当然、ああいうシステムもなくなっていくしな。うん。みんなが同じような平等っていうわけじゃないけども、その同じような最低限の暮らしをやっていけるようにしましょうよっていう形に変わっていくのが6年、7年後っていう形になると思いますよ。なるほど。なかなか見えて、分かってきたでしょ、これで。うん。だいぶ見えてきましたね。要確かはに。だから金に縛り上げ、通貨に縛り上げられるっていうことがなくなっていくんですよ、あと6年、7年かけて。これ、この金融って、近代金融、明治維新以降の近代金融システムっていうのを世界中がぶっ壊してるってことですよ、今。誰かが金を貸す、誰かが国に金を貸すとか、企業国に金を貸すとかな、ファンドが国を乗っ取るとか、
そういうことを200年以上続けてきたわけよ、今まで。うん、だから、どん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 偏っていくわけよ。うん、はい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 、で、その利子のためにみんな働かなあかんと。で、利子のために税金も払わなあかんと。はいはいはい。言ってたのが、いよいよ、まあまあ、ガラ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 崩れていってるってことですよ。はい、そういうことです。ちょっと今日頭回らんから、難しい話できへんかもから。すごくいろいろとまっちゃんから教えてもらってて、すごくそのテーマについてどうしようかなっていうふうに思うんですけど、すごくなんか先日面白い経験というか面白いことがあったんですよね。僕神社行ってるって言ってるじゃないですか。え？神社行ってるって言ってるじゃないですか。あ、神社、はいはい、神社。そこで仕事してるって言ったじゃないですか。言ってるじゃないですか。で、毎月1日15日に、まあ、神社に行って、いろいろとやってるんですけど、すごく、そういう神主さんとも皆さんと話してて面白いなと思ったのは、まっちゃんは今もそうなんですけど、その、情報っていうのは、まあ、いろいろと隠蔽されて降りてきてるっていうふうにお話があったじゃないですか。誤った情報。いや、隠蔽じゃないけど、はい、隠蔽じゃないけど、別に都合のいい、都合の悪いことは言わないっていうことですよ。言わないってことですよね。うん、で、だから、うん、勘違いしたらあかんのは、その嘘ついてるとか隠蔽とかじゃなくて、うん、言う必要のないことは言わないっていう話。うん、ですよね。で、なるほどね。学校の勉強もテレビのニュースもそういうことなんです。うんうん、で、はい、すごくそこの中で気づいたと感じたのは、その昔からある古来のやり方だったりとか方法とかっていうのがなかなか要はこっちの方に送られてこない現実ってあるじゃないですか。今例えば昔のなんか歴史の話とかがちょっと名前内容をちょっと変えてこっちに降りてきてるとか、簡単にされて降りてきてるとかっていう事例があると思うんですけど、例えば、うん、浦島太郎の話だったりとか、なんだろう、桃太郎の話かな、桃太郎の話とか、昔の話から、まあ、いろんな社会的な情勢を踏まえて、こっちに話が変換されてきてるっていうのがあると思うんですけど、これって結局、なんだろう、今もそうだし、その昔もそうなんですけど、なんでその、本当に人間っていうのは都合の良い、都合がいいようにこういうふうに変えていくのかなっていうのがすごく、そういうもんなのかなっていうのがすごく疑問になってきたっていうか、個人的に、うんうん、要はどうしてもなんだろうな、その人間っていうのはどうしても自分が豊かにするためにも嘘をついてやるもんなのかどうなのかっていうのがすごく自分の中では疑問になってきたというか、あっちゃんとの対談の時もそうだったんですけど、そういうのがなんだろう、すごく気になりだしてて、まあそういう話についてぼんやりしてるんですけど、答えがないんですけど、話してみたいなと思って今日のテーマにするんですけど、うん、なんかちょっと目覚めた、愛ちゃん、うん、なんかね、気づいてきてる部分があって、なんか、うん、はい、誰かが隠蔽して、さっき言ったように誰かが隠蔽した、誰かが嘘ついたとか、はい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 、そういう話では全くないんですよ。歴史もそうやし、歴史書もそうやし、聖書的なもん、予言書もそうやし、学校の教育的なもんもそうやし、要は、単純に分かりやすく言うと、受け取る側ですよ。受け取る側、情報を受け取る側ですね、なるほど。受け取る側が何にも考えてないってことですよ、単純に言うと。ああ、なるほど。うん、受け取る側が何も考えてない。はいはい。分かるに言ってる意味。なるほど。いやいや、何でもそうですよ。例えばね、病気、健康のこと一つ取ったら、高血圧っていうのはこっから上です、この数字から上ですよとかな、うんうん、あ、この数字から下は低血圧ですよとかあるわけやな、うん、でこれも勝手に誰かが決めただけの話なんですよ。要は薬を売るためにね、要は高血圧とか低血圧の薬を売るために、例えば、はい、数字で言うと150以上、160以上、160にしようか、まあ何でもええわ、160以上は高血圧ですよと、はい、だからお薬を飲んでくださいねみたいなやつって あったりするわけよな。でも世の中の人の血圧が正常値っていうか低くなっていくと、今度はみんなが低だんだん低くなっていくと薬が売れなくなるわけよ。うん、
うんうんうん、だから、この基準を140以上が高血圧ですよっていうのに変えるわけよ。わかるかな、これな。はい、これだから、何て言うかな、学術の世界っていうか、そういう権威を使ってそういうふうにするわけよ。はい、そうしたら140以上の人はみんな薬飲んでくださいねってなるわけでしょ。はい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 。でもね、その数値がなんでそんな一律なのって普通疑問になるでしょ、誰だって。うん、思いますね。元々高い人もおりゃ、もともと低い人もおるし。うんうんうん、だそこ、例えばそういう一つのことも考えないってことですよ、情報を受け取る方、うんうん、医者が140以上は高血圧ですから薬出しますねって言って、ああそうですかって、その薬飲んでしまうわけでしょう。そうでしょ、うんうん、じゃあもう今度薬がなかったらコントロールできないようなその結果になってしまうわけですよ。だから、うん、まあ、ワクチンも全部一緒ですよ。自分で考えないようになってるってことなんですよ。で、自分で考えないようになってる。なるほど、うん。疑問に思わないっていうかな。まあ歴史なんかも教科書の歴史もみんな一緒ですよ。だから、そもそもそれをずっと原型っていうか、奥の奥っていうか、はい、ずっと奥を掘り下げていくとか、あれ、これちょっとなんでここでこう変わるのみたいなことっていっぱいあるよ。どんなんも。どんな場所も。ね、そうですね、まあそこ、うん。そこを気づいて自分で今度は仮説を立てるんですよね。いや、こうじゃないんだろうかと、本当はと。で、仮説を立てて、最終的にはこの動画でいつも言ってるように直感になってくるんですよ。やっぱりどうやったら。直感ですね、なるほど。直感っていうのは、歴史書物やったら、その当時のこういう武将であったり、こういう王様であったり、うん、こういう民衆であったりは、何を考えとったんだろうかと、人間の直感。っていうところを探っていくと、大体わかるんですよ、だから。なるほどね。だから直感そのものも働いてない状況ですよ、うんうん、考えてない。ああ、はい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 、はい。今日ちょっと質問がぼや、またいつも通りぼやってな、なんて答えたか分からないけども、うん、いえいえ。ほぼほぼすべてのもんっていうのはシステムの中に出来上がってるわけよな。はい、要は、檻の囲いの中ですよ。はい、ではい、これは一見、まあ、通貨も一緒ですよ。だから、利子のついた今まで続いてるこの通貨も同じようなもんよ。とりあえず便利よねって思われてるってことですよ。はい、はい、はい。ただね、その通貨でいくと、分かりやすいとは一番最初のお話として、なんでそもそも通貨に利子なんてついてるんだろうかすら考えないと。アイちゃんも当たり前と思ってるわけでしょ。そうですね、まあ、そうですね。そもそもだから、その研究、前も多分まっちゃんと話してた時に何度も言ってるんですけど、その、なんだろう、やっぱり疑問に思わないんですよね、みんなね。その当たり前に過ごしてるっていうか、なんでこの行動を起こさないのか、そもそもその神社のもそうですけど、その正月もそうなんですけど、正月の時になんでこういう、要は、ことを儀式を行うのか。要は、うん、あの前に竹のやつの棒、3つのやつあるじゃないですか、あれを前に2つ置かないといけないのか。でも実際あれっていうのはもう神様の通り道だから、そのちゃんとしたいい神様が通れるような状態にするために置くべきのものだよねとか、あとよく家紋だったりとかというところの方角とかも、もともと古来から昔言われてたその地になんかあの鬼が封じ込められちゃってるからとかという話とかも、世の中の言葉ぎっていうのが、要はあのちゃんときちんと理解しないで、もう当たり前のようにやってるから疑問になってるから、こんなにやんなくていいよって言ってるけど、実は超重要だったりとかみたいなことが、やっぱり世の中って多すぎるよなっていうのはありますよね。あのね、はい、何でもそうなんですけど、一つ一つ、はい、いや今やってることであったり、過去やってきて、はい、であったり、今何か動いてることであったり、はい、今考えてることであったりって、はい、ほぼほぼこの動画でも前も言ったけど、はい、あんまりやる必要のないことばっかりなんですよ、ほとんど。まあ例えばこの愛ちゃんとこれやってんのもそうよ、極端に言ったら。まあそうですね、はい。あなたなんてそんなことやってるんですか、やる理由もないのにみたいな話になってくるわけです。まあだからこれは俺言ってるのに、まあ、好きで楽しいからやってるだけですみたいな、秋からやるみたいな話があったりな。だからそこにあんまり意味とか何とかとか、今日ちょっと俺の大好きっぽい話の方向へ動き出してきたからいいけど、はい、そもそも何も意味ないんですよ、はい、全部が別に。なるほど、なるほど、
そもそも意味のないことをやってるんやから、はい。うん、まあでもね、そもそも意味のないことをやってるのが人間みたいなもんであってな、はい。うん、でそこへ意味を見出そうっていうと、こうするというか、考えるというか、奥を探っていくっていうか、自分の内を探っていくっていうかな、を。だから、まあ、神社のしきたりでも何でもそうなんですけど、まあ、歴史を持って元はどうだったのっていうのは知るっていうことが大事よ。ここを分かる、ルーツが分かったら何も分からんので、で、そこを知った上で、自分はじゃあどう考えてどうするんかみたいなところになってくるわけですよ、そもそも。ってなってくると、別にこの形式的なしきたりみたいなもんってあるじゃないですか。こうしなきゃいけませんとか、手は2回いただきます、3回いただいて拝みますみたいなやつとかな。あんなんてほぼ全部どうでもいい、誰かが作っただけの話なんですよ。なんでもそうなんですよ。結局は自分の心の中ですよ。自分の心の中がどこへ向いて何を大事にしてるのかと。例えば神社なんですけど、何を求めて、何をこう、な、何かな、何に感謝して、何をど、な、何に感謝して挨拶してんのとか、みたいなとか。だから、結局そういうところにたどり着いていくわけなんですよ。だから、その形式的なもんで縛られていく形になってくると、どうしたって、なんていうかな、まあ神社とか寺みたいな話が出たから、そこで話するけども、私が困った時には助けてくださいとか、私がうまくいくようにお願いしますとか、私のその子供たちが健康でいられるようにお願いしますみたいな、ああいう基本願的な発想になってしまうよ。外界にあるものが、何かをこう見出そうとすると。だから、結局ね、分かりやすく言うと、外界にあるものにこうお願いする形式的みたいなものの、なんていうかな、心の中みたいな、自分の魂みたいなものを持ってると、堂々巡りで前へ行かないんですよ。例えばね、例えば、さっき神社行ってお参りするときに、私たちの、例えば私でもええわ。私が結構まあ、やんけど、私たちの子供、私たちの、あ、私のお父さん、お母さんが、来年も健康で、過ごせますようにみたいなお参りってするとする、仮に、これね、健康じゃない、ないって言ってるってことなんですよ。分かりにくいわ、どう言ったらいいかな。だから、健康でありますように、健康にしてくださいっていうことは、今、健康じゃないんじゃないのみたいな。わかるかな、言ってる意味。あのね、波動とか宇宙的な気の流れ的なもんっていうのは、よく神はサイコロを振らないっていうのを聞いたことある人おると思うんですよ。要はわかりやすい、神様はジャッジしないってことですよ。いいも悪いもない。こっちがいい、善も悪もないってことなんですよね。神様っていうのはニュートラルというか、中庸というか、別に、なんていうかな、こいつが悪いからとか、こうしたらとか、こいつがいいからこうしたらってないわけ。ええかな。で、宇宙的なもんっていうのは、その善も悪も、右も左も上も下もないんですよ。対立軸っていう。そもそも何もないっていうのが大前提。なってくるとね、自分の魂というか、心の中で、その健康にでありますようにってお祈りするっていうのは、その宇宙的な視点から、例えば僕が宇宙の創造主と極端に言うたらね、ただその人が私が健康でありますようにって私は聞いたわけですよね。ほんなら、この人は次も、なんていうのかな、健康でありますようにと言ってることってあるよね、相手、思ってることね、思ってること。これがこの人は好きなんだと思うわけよ。わかるかな、言ってる意味。だから健康でありますようにと祈る心が好きな人なんだと思うわけよ、この人は。ええかな、っていうことは、やっぱり健康になりにくいというか、ならないんです。何かしないとならないって形になっていくわけだから。じゃあ逆を言うとどうなんかって言ったら、神様、神社行った時に手を合わせて、感謝、ありがとうと。何もないと感謝の気持ちですと。今年1年ありがとうと。
こんな素晴らしい、こんな素晴らしい一年を送らせていただいてありがとうって、手を合わせるとするわな。だ宇宙的な波動っていうか、宇宙的な魂から見ると、この人はありがとうが好きだと思うわけよ。わかる？言ってる意味。善も悪も右も左もなかったら、こういうことになるんですよ。っていうことは、この人は次来年もまたありがとうって言わせてあげようってなるわけよ。宇宙法則。ああ、宇宙、なるほど。はいはいはい、これをはい。続けていくと、1年、2年、3年、4年、まあ、1日、1日、1日、毎日、毎日、毎日、1ヶ月、1ヶ月、1ヶ月、毎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 年、毎年を続けていくと、この人はずっとありがとうを神様に言い続けてる人になるわけよな。はいはいはい、といそううですことね。は、ありがとうと思うことしか起きてこないってこと。わ かるかな、言ってる意味、これ。なんとなくですけど、ぼんやりですけど、はいはいはい。だから、外に何かを求めるっていうことしがちなんですよ、人って。なんかああ、わかる。何かを求めることはしてらしいですね。そうですね。はい。システムも歴史もそう、すべてにわたってそうなんですよ。すはい、はい。があろうとするわけよな。はい、わかりそうやすいと、で何かを信じたいとか、すうん、何かを信じたい気持ちとか心みたいなものが人ってあるんですよ。どうやったっはい。はい。て。で、この外にそんなことを言ったって、永遠に一生堂々巡りなんですよ、これ。わかるよな、言ってる意味。ここまで分かってないじゃぼんやりですけど、だから、なんだろう、結局言わせてるっていう部分ではそうだとは思いますね。そうね。もうちょっとわかりやすく教えてもらっていいですか？ 多分だから、自分が考えてることとか、自分が思ってることとか、あと、その自分が、なんていうかな、自分がこうしたいと思ってることとか、こう腹立つと思ってることとかっていろいろあるわけじゃん。いろんな感情っていうのが。あれって自分の内側に向かってやってると思ったら分かりやすいですわ。だから言霊なんて返ってくるんですよ。あるかな？なんか外に向かって何かをやってるつもりってみんななってるけど、実は全然違うんですよ、あれ。わかる？だから、そのイメージ、直感でイメージしたものしか現実的な形として浮かび上がってこないってことになるんですよ。ああ、そうですね。それはわかりますね。だから、外に何かを期待してるっていうのは妄想の世界でおるわけよ。もうその世界ですね。なるほど。だから、妄想ではなくて、イメージ、直感でイメージするってことなんですよ。だから、例えば自分個人にしたら個人でもええし、自分の会社でもええし、自分の家族、ファミリーでもええし、こういうふうにイメージするということをすると、そこへ向かって何かをするっていうわけでもないんですよ。もうその路線には、路線じゃない、もうそこで未来も過去もないんやけど、もう取り食ってしまったって形になるんですよな、これ。そうですね。だからどう、そう、その領域って、ぼんやりですけど、言われている、結局言わされている、やられているシステムになっている。まあだから、どう言ったらいいかな。端的に言うと、何回この動画では言ってるけども、外界に、まあ、国もそうやし、地域もそうやし、会社もそうやし、何でもそうですよ。全部そうですよ。そこに何かがあると思い込んでるんですよ。そこに何かいいものがあるというふうに思いや、い込んでるってこといですいかものね。も悪いものも全部ひっくるめて、何もかも。ああ、なるほどね。だから、あなたが描いてるイメージ、あなたが描いてる、なんていうかな、外界なんですよ、それは。わかるかな？だから、今これ見てもらってる人が、俺を見て、ああ、あの人はこういう人なのねっていうのは、その人が思ってる、なんていうのかな、仮想現実みたいな。本当は何もないと思ったらわかりやすいんですよ。わ かる？これ。まあ、わ かる。要は、なんだろうな、実際何も、実際、仮想現実、仮想現実。
まあ、それね、整理しますね。これ現実な、じゃあこれ、これ今、昔じゃない、ブラウン管じゃないわ。何や、その、何らかの映像機器というか、そういうもの、はい、ビットですわな、これ。はいはいはい。塊ですよね、ちっちゃい。はいはいはい、そうですね、で、うん。これを通じて今見てるわけですよ、みんな。見てますね、そうですね。うん、はい、うん、でしょ、で、うん、いいか悪いか別として、俺のこんなくだらん話を、そう、うんうん、そうね、勉強になるわと思ってたり、うん、何言ってんの、このおっさん、バカじゃないのと思ってたりするわけでしょ。はい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 。だからこれも、じゃあそれがどこまでが事実で、どこまでが、なんていうかな、本物で、本間もんで、みたいなものがあったりするわけ。あれ、だからテレビのブラウン管の方だ。液晶の中も同じ世界と思ったら分かりやすいですよ。だから、うん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 、作られたもんなんですよ。うん、ああいうもんっていうのは、小分け以下の世界とかな、うん。何らかの意図があって、でそういうものを構成していってるわけですよ。何らかの、うん、まあテレビなんかで言うとスポンサーとかな、スポンサーの意向というか、沿った番組構成をしていくわけ、ニュースなんかもそうでしょ。うんうん、まあまあ、ちょっと話元に戻すわけ、今日ややこしくなったんで、あいちゃんの質問のところに戻すとね、うん、今テレビが出てきたんで、ちょうど話が分かりやすいんですけど、はい、テレビって別に嘘ついてるわけでもないし、うん、歪めわけでもないんですよ。分かりやすいと、スポンサーがおるわけ、うんうん、スポンサー、はいはいはい、で広告主ですよ、はいはい、まあ、これはデリシャル博報堂っていうと広告代理店を通じてコマーシャル売ってる企業さんの話ですから、うんうん、で、でこの企業さんの、まあ、うん、その意向というか、その社会をこういうふうに動かしていきたいとか、うん、まあ、そこまでは考えてんやないか、言ってほしくない内容っていうのはあるわけよ。あ、それはありますね、うん、ということでしょ、うん、でそれをじゃあニュースキャスターとかそこら辺のバカみたいなコメンテーターがポロッと言われたら困るわけでしょ、うんうんうん、だから番組の構成っていうのはこういう番組を作るときっていうのは、そのスポンサーがこういうスポンサーさんがおって、そのスポンサーさんの嫌がるようなことは言わないという作りになってるわけよな。だから台本っていうのがあるわけよ。こういう流れに沿っていってくださいよと、うんうん、一つの物事があったら、何でも言えば一つことがあったら、その見方っていうのはいろんな見方あるよね。こっちが A から見るのと、うん、C から見るのと、でもこの番組1時間今からやる番組は A の視点からしか語らないでくださいよと、うん、いうコメンテーターを集めてくるわけよな、うん、それが5人6人おって、そのうち5人が A の視点からしか語らないでくださいねと、うん、でもそれを一方的になってくると視聴者からしたら面白くないっていうかバレてしまうんで、うん、6人5人は A からの視点やけど B からの視点の人を1人だけ入れるわけよ、袋叩きに合うから、うん、そうやってこうけんがくがくさせてエンタメを作るみたいな。ああ、はい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 、って言ったら分かりやすいやろ。分かりやすいですね、確かに、うん、だからもっと分かりやすいと、これテレビの話やからあれやけど、国とか政治レベルの話をそこでいくと、うん、世界レベルでもええわ、そういう話でいくと大人の事情ってことですよ。分かりやすいだ。いちいち民衆にそんなもん言っても分からんやろっていうことですよ。分かりやすいだ。分かる、これ言ってんの。分かります、分かります。言ってることは。だから、例えば子供に何かを伝えるときで、いちいちそんな細かいとこまで言ってもしゃあないやろっていう話ってあるでしょ。ありますね。はいはいはい。そこはもう省いてしまうって感じですよ。だから、何かの悪意があるとか、そういう話でもないんですよ。ただ受け取ってる側がそれは悪意だろうって勝手に思って吹き上がってるやつがおるみたいな。なるほど。まあまあまあ、いや、そっかそっか。悪意、でも悪意もなしで、まあ確かにな。まあその、うん、結局、そうね。確かに。もっと分かる、今日のテーマ、愛ちゃんのテーマでの話でから言うと、言った、うん、もう一度もっと分かりやすいだ。分かりやすいだったらね。うん。予言書も歴史書もつもテレビのニュースも新聞も政治も全部一緒なんですけど、うんうんうん、言わないこと書かないことを、ええかな、言わないこと、はい、書かないことを、うん、自分で探し出すっていうことですよ。はい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 、はい、なるほどね、はい、分かった、これで、自分で探し出せってことですね、なるほど、うんうん、だから言ってることっていうのは別にそんな大したことないわけ、話としては。はいはいはい。
わかるかな、言ってるとこに焦点、書いてることに焦点当てて、わー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 吹き上がる人おんねんけど、そうじゃなくて、はい、言ってないことに焦点を当てるんですよ。ええかな。はい、言ってないことにね。なるほどね。言ってないことに、これ、こういう発言があって、こういうトピックがあるけども、なんか抜けてるもんあるよね、これって。こういう結論が出てくるのみたいなことってのは、多分見てる人分かると思う。世の中のいろんなものを見ていくと、突然いきなり結論になってるものって多いよ。いきなり。多いですね。はいはい。で、その前の、なんか、その学者が言うエビデンスみたいなやつ見ても、どうやったって腑に落ちんようなことがいっぱいあるわけよ、ここ最近。ありますね。うんうん、特にこの4、5年そうやわ。みんなが分かってきたと思うんですよ。はい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 。うん、まあまあ、分かるようにやってんねんけどな、あれバレるようにやってるから、わざと。だからそれを自分でこれ言わないことはどこにあるのっていうのを見ていったら簡単に分かりますよ、それ。はいはいはい。うん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 。だから逆説って言ってね、誰かがこの変な専門家とか変なコメンテーターみたいなのが言ってることは嘘やから、その逆を言ったら本当なんじゃないのみたいな話じゃないんですよ。うん、その何か一つのトピックの中で言ってないことっていうのがあるんよ、必ず。うん、要は、例えばね、なんかニュースの、なんか何でもええわ、事故でも事件でも何でもええんやけど、なんかこう、どっちが悪い、こっちが悪い、こいつが悪いっていうところ切り抜いて放送してるでしょ、そこだけ、うん、そこだけ焦点を当てて。あれ、分かりやすいでしょ。こいつは悪いんだっていうようなところで切り抜いて、例えば愛ちゃんがなんか発言したら、愛ちゃんが1時間喋ってる中で最もだっていうことを1時間喋ってんねんけど、なんか 5分ぐらいだけここっていうものを取り上げられるとこってあるのよ、こいつ悪だみたいにされるときに。まあそうやって作られてるっていうのはありますね。どうやって作られるわけよ、はい、だから、うん、見えてないものとか言ってないものとかそこを見ていくってことなんですよ、全部を、うん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 、もっとわかりやすいのは全体像を見るってことですよ。はいはいはい、そうですね。それでわかったの。確かにね、うん、確かに全体とね、ただ理由があって、そういうふうに、だから社会的その都合というかね、まあ、そうじゃないと生活基準も上がらない部分もありますね、逆にそうしないとね、いけない部分もあるし、やっかみも出てくるし、だからうまいようにそこがコントロールするっていうのもありますし、みたいなね。全体というか、構造、うん、いつもこれ、僕がいつも言ってる構造を見ていくってことなんです。うんうん、はいはい。例えば、その国ごとの話でも、これももう毎回毎回の同じお話で、中国がどうしたとか、ロシアがどうしたとか、アメリカがどうしたとか、日本がどうしたとか、北朝鮮がどうしたとか、韓国がどうしたとかやってるわけでしょ。はい。その国を見たって何にもわからないっていうのがここにある。構造の中ですから、一つの、うんうん。構造ですよね。構造がそうなっていったのはどこなんかっていうのを歴史を見ていかんとわからんわけよ、だから。そうですね。だからプーチン悪いとかロシア悪いとかウクライナ大変だとかなるわけでしょ。だからまああれに至ってはどこまで遡るんかって言ったらロシアなんかに至ってはやっぱり、東ローマ帝国ビザンツ帝国やから、6世紀とかあれ辺ぐらいまで戻っていかんとわからんわけよ過去。その当時からずっと始まってるわけですよやっぱね、あの問題っていうのはね、はい、うん、でそれはそのロシアとウクライナとかだけの話じゃなくて、そこにローマ帝国もありゃ、そのイギリスもありゃで、オスマントルクもあったり、いろんなものをずっと遡って見ていかんと、どこでどうなってるかなんて分からんのよ。だから歴史を知らんとどうにもならんっていう話ですよ。そうですよね、やっぱりそこですよね、だから自分の個人レベルでも一緒ですよ。だから僕らはその島根県沖ノ島出身って言ったのかな、あ、まあ、知らん人から、うん、まあ、今日話しとくけど、後鳥羽上皇ご存知だと思うんですけど、まあ、島流しにあった、ね、はい、子孫かも分かりませんみたいな話になってくるわけよな、これな。はい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 。だから、そういうルーツ、俺はまあ自分のルーツはそこまで見てないけど、遡ったんは、6代前ぐらいまで遡ったけど、そこから先はもうちょっとわからんようになってるけど、うん、まあ、そうやって自分のルーツ的なものをそうやって見ていくとな、やっぱり自分の生きていく道とか、そういうのも全然違う見え方してくるよ、ほんと、うん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 、自分の6代前7代前の子孫はどういう何を考えて何をどうして何どうやって生きてたんだろうかって思いを馳せるとすごい面白いよ、うんうん、ああそういうことですよ、言ってることっていうのは。
だからね、もっと分かりやすいと、みんなね、何でもそうなんですよ。個人的なこともそうやし、商売的なものもそうやし、で、社会的なこともそうなんですけど、一回ブツッと飛んぎってるわけよ、なんか分からんけど、ブツッと。だから、何か物事を考えるときって、今からがスタートだみたいな人って結構多いよ。特多にいですね。どうなる、悩んだりするとき。悩んだりするときとか、どうしようって思ったときとか、これからどうやって今から30年間生きていきましょうとかな、自分の未来をどうやって開きましょうって、これ、この間の動画でも言ったけど、今の時点から見ても分からんのよ、本当に。自分の会社を運営するにあたっても一緒なんですよ。だから、今までやってきたこととかの延長線上にあるんですよ、会社なんかは。分かるやろ、愛ちゃん言ってんの。そうですね。延長線上に、まあ、それはわかります。例えばね、例えばうちは今9年やりましたと。ね。まあ、で、9年やって、で、次これから時代が変わると。もう変わっていってると。で、さらに自分たちの、なんていうかな、やりたいこととか、世の中に役に立ちたいことですよね。これのもっと横の裾野を広げていきたいっていう思いがあるわけよな、僕はな。あります。なるほどね。で、従業員に対して、じゃあ君たちどうするのみたいな新しい方向へ、ね、横にこう広げていきましょう的な話するときでも、今現時点のここですよ。今目の前のとこから未来を見て新しいことしましょうって言ったって、これ無理なんよ、土台。というか、無理土台っていうより分からんのですよ。何をどうしたらええんか。ほんで、間違った方向へ行く。間違うってことはないけど、変な方向へ行く可能性も高くなるわけよな、どうしても。歴史をそこでちょん切ってるから。だから、さっき言ったように9年やってきた、あれば過去9年間、どういうことをやってきて、どういう方向性向いてやってきて、どういうお客さんが集まってきて、どういう、なんていうかな、思想を持った人たちが集まってきて、どういうコミュニティを形成できてるかみたいな話なんです。その9年間の進化を見るわけですよな。ほんならそれの延長線上が未来にあるってことやから、そこをさらにどうするか、どう良くしていくかっていうことを考えていけばええだけの話なんで、すっごい簡単にできるんですよ。わかりやすいから、そこに肉っていうかな、こうに肉盛りみたいなものをしていって、さらに横にこう広げていくみたいな形になっていくわけよ。そしたら簡単にできるんですよ。わかる？なんとなく。だから自分の生き方的なもんもそうですよ。個人的で言ったら自分の過去の歴史があるんで、その延長線上に未来もあると思ってなかったら、そうですね。だから突然私は今から変わるんだって言っても、なかなか難しいのよ。ああ、無理ですね。もともとだってある、ね、原理原則ありますからね。その人のね、それぞれのね。そういうことありますね。で、現時点、今の自分が1年後の自分を作ってるっていうふうにそうなってくると分かりそうね。やそすれはそうですね。今の自分が1年後の自分を作ってるのはその通りだと思いますね。い。そういうことでしょう。だから、そこを分かったら分かりやすいんですよ。確かにそうですね。おっしゃる通りだと思いますね。今変わって世の中が変わるっていうわけじゃないんですよ。まあ確かに変わるんやけど、そんな劇的に変えれないんですよ、人間なんて、やっぱり。無理だと思いますね。だから今日の私が来年も続く、えー、来年、来年につながってますと。そうで、ね。そうですね。明日の私は来年の一日、その翌日につながってますみたいな。で、考えると何を言いたいかというとね、最終結論としては、やっぱりそういう、じ、なんちゅうかな、自分の頭で考え、学んで考えて、継続していくよりよく。だから、やっぱりね、たどり着くところは継続は力なりみたいな話なんですよ。そうですね。そういうふう確かにに。なるんですよな。究極論はそうですね。確かにね。だから、こういう動画でも見てくれる人が、例えば、いきなり何万人とか何十万人ってなるわけないじゃないですか、そんなもん。いそもやー、そまあ、も。ちゃんと、まあ、無理ですね。現実的に難しいですね。でしょ？でも、やってると3年、4年、5年やってると、なんか気づいたら、なんか、多くなってますみたいなこともあったりするわけでしょ。それはありますね。ちゃんとその、真っ青に合えばね。そうですね。
それが継続は力なりですよね。こんなん見てたらおもろないわ、思う人は見ひんようになるやろうし、いや、面白いよねと思ってるだけが残っていって、それが数になっていくって形になってくるんで、それが力ってことですよ。なるほど。今日何の話やったっけ？ちょっと大丈夫、まだ分からなくてきた。だから今日は、結局、そこまでみんな、話というゴール地点ってのはないんですけど、根本的に言うと、話がどんどんいいように変わってくるっていうところについて、要は、昔の歴史だったりとか、本来伝われてることと違った解釈で伝わってくるというか、伝えてくるっていうのは、どうねなんですかねって話のテーマで話してたので、ってことは、今回の結論として、結局、まとめに入ると、今話を聞いててすごく思ったのは、結局はもう自分で調べるしかないんだよねっていうところですよね、やっぱりね、一番は。自分で調べるっていうのは、興味を持ってね、何か一つ、そう、何だか興味あるから、と思うんですよ、どっち何が。かをやる行動に関しては、なんでそういうことをやってるのかっていうのを、自分で調べることがやっぱり大事だっていうことですよね、やっぱりね。その時代の書物みたいなもんって、そのしきたりみたいなもんって、やっぱりね、見ていくと、要所要所みたいなところがあるんですよ、転換点みたいなやつが。で、転換点みたいなところがあって、その転換点が点と点でおるんやけど、その点と点を結びつけるその線みたいなものがあって、その線が、線っていうのが時代の、一つの時代の、一つの時代の流れみたいなものがあるんですよ。点と点のところでね、線が。で、その次の点行くとまた時代が大転換するみたいなことがあるんです。これ大体どれぐらいの周期で起きてるのかって言ったら、やっぱり70年から80年ぐらいなんですよ。戦争からいろんなことひっくるめて、飢饉から戦争からその疫病含めて、やっぱ80年に1回、やっぱりそういうことが起こってるわけ、必ずな。っていうことは、どういうことかというと、まあ今の時代は我々寿命80歳とか70歳とかなってるけど、やっぱ150年前言ったら、やっぱり寿命50年とか60年の時代もあったわけよな。そうええか。ですね。でね、この70年、80年サイクルでそういうことが起きてるっていうことは、どういうことが分かりやすいと、一世代とちょっと終わったぐらいでそういうことは必ず起こるんですよ。これは、やっぱりね、時代の変化と捉えるよりは、人間の意識の変化とか、そういうところにた、うん、が一番大きいと思うんですよ、やっぱ。で、人間の意識を変化させるというか、するための一つの、なんていうかな、イベントっていうのかな、こういうイベントが周期で起きてますっていうことやと思うんですよ。でね、これ考えると誰がやってんねんとか、悪がおるとか正義がおるとか、そういう話じゃなくて、神様がおるとか話じゃなくて、ただ単に宇宙のサイクルやと思ったら分かりやすいと思いますよ。サイ宇宙クル、のサイクル。仕組みってことですよね。仕組みです。だからまあ、それを理論的に言ったら、科学的に言ったら、地球の地軸がどうずれるとかどうたらこうたらって変なこと、いろんなこと言っても誰もわからんのです、そんなこと。理屈、屁理屈じゃなくて、直感的に7、80年に1回、やっぱりそういう人間の意識が変化するために、ことが起こっていってるっていう。これはもう、ずっと見れた。それの点と点、70年、80年の点のところをずっとつなげていくと、やっぱ大体分かってくるんですよ。どういう方向へ行くのか、どういうことを求められてるのかとかな。そういうのを勉強、点、だから要は要所があるんですよ、点のところが。そこをね、何事も点あるんで、そこを見ていったら結構分かりやすいよ。で、点のところがね、結構書き換えられたりしてるんだよ。そういう部分が書き換えられて、次の点と合ってないみたいな感じのところが多いんですよ、歴史って。そこをこう、またその、今度線のところを、点と点の間、点のところをがどうなっとったんかっていうのをこう見ていくとな、登場人物見ていくと結構面白いよ。まあ、ただね、あとはね、もう本当ね、1500年とか2000年前ぐらいの話になってくるから、もうこれは推測の域しか無理よ。わからん、そんな。はっきり。もう推測っていうか、楽しむっていうかな。あ、こういうなんだろうなってイメージするぐらいしか無理ですよ。誰もわからんようなところ、残ってない書物もあったりするから。
そんな感じちゃうんかな。あいちゃん何を求めとったっけ、今日の話。だから結局、だから求めてるっていうのは今日はないんですよ。求めてるものはないんですけど、ただ、結局のところ、まあ、要は、なぜそういう事態が起こってるのかどうか、根本的に、歴史が変わるとか、いいように、まあ、で、生活水準を上げるために、実際言われて続けてることとは違ったことの解釈で伝わってくるじゃないですか。伝わってくることもあるじゃないですか。なんでそういうことが起こるのかっていうのを根本的に話し方の部分はあるんですけど、まあ、それっていうのは結局、まあ、社会の仕組みとしてはもうしょうがないところであるし、じゃあ、結局、自分自身がそこが、ちゃんと調べて、やらないといけないっていうのが結論には自分の中では至ったんで、話してる中で感じたのは。まあ好きだな、興味あることはね、別に苦にならんと思うんで、自分で過去をしな、ね、歴史を調べていって、ある程度推測が出て、だから、楽しくこう、やってる。いい意味でも悪い意味で、行動一個一個もそうだけど、なんでそのことがそういうふうになっているのか、そういうふうになっているのかっていうのは、調べた方がいいとは思いますよね、やっぱりね、ちゃんとね。理解して動かないと、やっぱりね、これが無駄だと思っていることは実際無駄じゃないこともあるし、逆にこれが無駄じゃそうそう。ないって言ってたことが意外と無駄だったりもするってこと、さっき、まっちゃんも何とか話があったと思うんですけど、やっぱそういうところなんだよなっていうのは今日の結論だし、皆さんも逆に言ってしまえば、自分が今、これは無駄じゃないかなと思うことが実はいいことだったりもするから、ちゃんと気になる、気にするっていうか、ことはした方がいいよねっていうのは今日の今回の答えですよね。まあ、もうちょっとな、やっぱり自分の心を解放するというか、魂解放するというか、本当これから大事よ。だから、あると思うね、これおかしいやろって思うことっていっぱい。いっぱい世の中好きしたりありますよね。でね、これ大事なのはね、今やっぱ大事なことってね、これどう考えてもおかしいやろっていうことあるでしょ。ありますね、本当にもね。う本当におかしいと感じられる心ですよ、やっぱ今一番大事なのは。そうですね。で、俺おかしいやろと思ったら、やっぱりね、そっからちょっとでも外へ出るってことですよ。だからいつも言ってるように、やってることはそれでいいんやけども、ちょっとおかしいやろと思ってるとこから離れるってことですよ、やっぱり。ほんで、おかしいのは反対っていうのはやっぱあるわけなんでな、こっちの方がいいやろっていうのはあるんで、そういうナチュラル的な方向へ行くってことですよ、頭の中が。そうですね。だからね、ものすごい多いのはね、俺、本当に多いなと思うのはね、もう最近だいぶ違ってきたけど、これおかしいやろ、どう考えてもって思っててやってる人がおる世の中みたいな。これね、見た目ね、見た感じね、その見た目は普通やけど、中身ゾンビやよ、これ、はっきり言って。気持ち悪い。だから、特に大企業はそういうことが顕著にあるんですよ。だから、個人的にはこれおかしいよねって思ってることでも、集団になればやってしまうみたいな。そうでわすかる？ね。わかります。個人的にはこれ嫌よな、こんなこと自分の子供にしたくないよねとか、自分の親にしたくないよねって思ってることも、大企業であったり、給料をもらうっていうことがあったり、役所に勤めとったりみたいなことがあって、集団になっちゃうとやってしまうみたいな。これある意味ゾンビやからな。そうですね。ほんで俺からすると、一人で一匹狼で悪さする、強盗するとかな、まあいろいろあるけど、人で悪さする人より悪いよ、そういう集団の人の方が。はっきり。だって能面っていうか、なんていうかな、顔なしみたいな。集団の中に入って何か悪いこと。で、自分は別に、なんていうかな、そういう人の方が悪いと思ってないわけですよ。そうなん実ですに、よね。強盗入って殺人した人って自分で悪いと思ってるわけよな、やっぱり多分。でも、その役所やとか大企業で変な薬打ったり、変な食い物打ったりな、変なワクチンどうこうやったりな、あれってどちらかというと自分は悪いと思ってんのか思ってないかもない世界でしょ、はっきり言って。俺、あれの方が怖いわ、はっきり言って。確かに。だから、ああいうところにおったら人間ゾンビになるよっていうのは今日の結論よ。っていうか、心が腐るよ。もう魂が腐ってしまってますよ、もう。見てる人に言ったら悪いけどな。まあそういうところにおる人がおったら言ったら悪いけど、
そこはね、やっぱり自分で考えないと、このそんなことやってていいのみたいな思うけどな。うん。うん、言ってる意味わかるよな、愛ちゃん。うん、わかりますわかります。言ってる意味は。だから、うん、あれと一緒ですよ。学校のいじめ、集団でいじめするとかな。似たようなレベルですよ、やってることって。集団になればやってもいいと思ってるみたいな。うん、それはありますよ。ここ個人個人になると弱い立場なんだけど、集団になるとずっと良くなって生きるやつが多いですからね。ああいう人ってダメよ、やっぱ、はっきり言ったけど、これから。これ、今までもそうやけど、さらにこれからダメやと思うわ。わかりやすいな、わかりやすいな、ノーマル。だから結局、人間的にそうなんだけど、その集団的な、その、何なのかな、自分の居心地いいところを作ろうとしちゃうのが人間ですからね。そう、だからな、今言った話が、えんじゃ、あいちゃん、ここ10年、うん、10年ちょっと前ぐらいから言われ出してきた、パワハラとかさ、はい、パワハラとか、はい、パワハラ。はい。はい。あんなもんもないよ、はっきり言って。はいはいはい。あれ、パワハラって、やってるやつが陰湿で陰険やから、ああいうことになってくるわけよ。そうですね。うん、うん。俺みたいに、口も悪いし、態度も悪いし、従業に平気でお前とか言うような人間でも、パワハラになれへんことってあるわけよ、やっぱこれ。うん。まあ、人によって変わってくるってことですよね。だからそれを根底の奥底にあるのは何なんかって言ったら、本気で会社のためとか本気でその人のため思ってるっていうのと思ってないのがスパですよ、簡単に言ったら。そうですね、それは、うん、でしょ、うん、それを能面みたいなその表情ないっていうか、うん、なんかのっぺらぼうみたいな感じでな、うん、なんか変なこと言われたってパワハラだってなるわな、そら、うん、確かに。うん、そういう時代よ、おかしいことはおかしいと、お前ちゃんとこうせえと、みんなでこうしていかないと、あかんよ、こらでええと思うね。うん。の話がよく分からないって言ったけど、これ。そうですね。ああ、そういうことよな、やっぱな。やっぱそうですね、そういうことですよね。うん。うん、だから、やっぱりね、嫌われようがな、嫌われるっていうか、嫌われようが何しようがな、やっぱり自分の直感心。うん、うん。思った通りやっていくと、やっていくし、伝えていくし、何でも表現して、何かをやっていくと、おったらね、やっぱりすぐには花咲かんけど、やっぱり2年後、3年後、4年後、5年後とかに花咲いてくるんですよ。やっぱりその人は話が出てくるねと。あそこはこういうとこなのねって言ったら、そういうような理解する人だけが固まっていくんで、やっぱりやりやすいような、なんかものが出来上がってくるってことですよ。うん、はいはいはい。まあ、簡単に言うたら心が通やわんとあかんでしょみたいな話な。そうですね。確かに。まあそんなことで。何の話か全く今日は分からなかったけど。ちょっとみんな見てくれへんかな、これ。まあ、ただまあ、釣りとしては本当に、そうね、その、だから結局、実際言われてることとやってることは違うから、それに対してどう向き合うかですよね。本当にね、うん、もっとやっぱ直になって解放していいよ、うん、もうみんなもうなかなかそれができねえからみんなね困ってるんでしょうね、多分ね。ああ、うん、多分多いと思う、やっぱそういう人多いと思うんですよ。多いと思いますよ、うん、やっぱり、うん、結局う、ね、目の前のことしか言わない人が多いですからね、はい、多いと思うね、多いと思う、本当に多いと思いますよ、うん、多いと思うけどね、思うけど、うん、やっぱりな、うん、そこは自分で深く考えて自分の考え、はい、みたいなものをしっかり持って、そのためには学ばなあかんので、でそのしっかり持って、やっぱり最終的には直感で動く、行動する、はいはい、やっぱそうなっていくと、やっぱおかしいもんはおかしいと思えるし、ダメなもんはダメと言えるし、いいものはいいってはっきり、ね、喜んで、みんなで喜んでやろう、もうそんな難しいこと、だから難しい方向へ行ってるんですよ。ああ、それはありますね、はい。うん、あ、でもその難しい方向行ってる理由は何なんかって言ったら、世の中のシステムを、そうですね、はい、問わないといけませんと思ってる自分のことなんですよ、これ。あ、悪循環、悪循環になってる部分もいいですからね、皆さんね、本当にね、うん、まあだからまあ暇な時、暇っていうか、まあ電車乗ってる時でも何でもそう、ええんやけど、うん、一回ね全部をね、そういうふうに見ていったら、うん、面白いよ。面白いですよね。うん、車乗っとっても信号なんかいらんやろ、本当はとか思ったりする。うん、はい、みんなが気をつけたらこんなもんいらんやろとか思ったりするしな。そうですね。うん。うん、いろんなこと、すべてがいっぱいありますよ、そういうことが、うん。そうですね。うん。だからな、ね、
まあ、システムっていうのはある意味便利なように見えてこう縛られてるっていうのもあったりするし、あとはまあ自己責任っていうか自己判断っていうのをそう鈍らせてるっていうのもあるよな。やっその通りに、ルールの通りに従ってれば誰かが何とかしてくれるでしょうみたいなやつですよ。あれって言い方悪いけど、人間じゃないよ、それやったら、もうはっきり言って。なあ、あいつら。そうですね、人間じゃないですね、確かに、それはやっそうだぱとり思います。自分で考えて、自分で判断して、やっぱりね、直感で、ね、やっぱ動いていくと、ね。で、みんなで幸せでいきましょう、みたいな話。そうですね、まあまあ、だいぶ変わると思うけどな。そうですね、はい。まあ、そんな感じですよ。わかりました。はい、ありがとうございます。はい。なんか今日まとまってないけどな。今日はですね、そうですね。はい、また、はい。うまいようにまとめときます。はい。これでいいかな、あいつ分かった、大体。大体わかりました。はい。自分の中では腑に落ちたので、はい。とりあえずやっぱり、調べますよ。自分で疑問を持つようにしてますよ。それしかないですね。もう本当に。疑問持って、ちょっとだけね、時間もかかるし、めんどくさいんで、ちょっとだけ調べてね。あとは自分なりの仮説を立てる、仮説。そうですね。仮説を立てていくと、大体見えてきますよ、やっぱ。でもやっぱり疑問を持つことは重要だなっていうのは、すごく僕の中で、なんだろう、そのことごとの疑問に思つことは大事だなっていうのはすごく感じました。はまあ、い。わざわざな、わざわざ、なんか疑問をも、疑問、疑問を持って生きてますみたいな顔してこう探さんでええけど、まあ、なんかふとした瞬間にこれ、どう考えてもこんなおかしいやろっていうことあるんよ、腑に落ちんことって。そうですよね。まあ、それは特にね、自分の体の健康とかな、いつも言った話、食べ物とかそうじゃないですか。もう、そこはね、やっぱり自分の体とか、自分の家族、自分の子供とかのな、やっぱり健康とか、その人生に関わってくるんで、ああいうもんとかはな、それこそ本当に知っとくっていうかな、そういう目で見とかないと、本当大変よ。そうああいうのは、ですね。自分の体に関わることですからね。そうですね。はい。ここをやっぱりね、ないがしろにして、ね、いい人生なんて気づけないんで、そうですね。違いますからね。はい。そこはもうご自身で考えていくしかないです。こんだけ情報出てる世界にね。そうまあ、でこすれのね。たびたびそういうことは言っていくんで、はい。皆さんで考えてやっていきましょうと。そうですね。そんな感じですね。今日はですね。はい。今日ごめんね、ちょっと風邪気味で。いえいえ、とんでもないです。お大事にされてください。今からちょっとボート行ってきます。はい。失礼しちゃいませ。はい。じゃあ、ありが今とうからございマまリしネ行った。てきます。まあいいな、いってらっしゃいませ。はい、ありがとうございました。はい。